ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテは、ドイツの詩人、劇作家、小説家、自然科学者、政治家、法律家。ドイツを代表する文豪であり、小説、若きウェルテルの悩み、ビルヘルム・マイスターの修行時代、女ジ子ジシ、ヘルマンとドロテイア、手劇、ファウストなど広い分野で重要な作品を残した。その文学活動は大きく3期に分けられる。 初期のゲーテはヘルダーに教えを受けた、シュトゥルムンとドラングの代表的詩人であり、25歳の時に出版した若きウェルテルの悩みでヨーロッパ中にその文明をとどろかせた。その後バイマル公国の宮廷古門となりしばらく公務に没頭するが、シュタイン夫人との恋愛やイタリアへの旅行などを経て、古代の調和的な美に目覚めていき、エグモント、ヘルマンとドロテア、 ビルヘルム・マイスターの修行時代などを執筆。シラーと共に、ドイツ文学における古典主義時代を築いていく。シラーの死を経た晩年も、創作意欲は衰えず、公務や自然科学研究を続けながら、神話力、ビルヘルム・マイスターの遍歴時代、斎藤詩集など演熟した作品を成した。大作、ファウストは20代から、 死の直前まで書き継がれたライフワークである。他に旅行記イタリア機構、自伝、死と真実や自然科学者として植物変態論、色彩論などの著作を残している。ゲーテのドイツ語での発音は日本人には難しいこともあり、日本語表記は古くはゲョエテ、ゲヨエテ、ギョウツ、グーテ、ゲーテなど数十種類にも上る表記が存在した。 このことを封して、斉藤力が、御恵手とは、俺のことかとゲーテ言い,いと言ったというが、その出典は明らかではない。矢崎玄九郎は、十九通りの表記があるとした。以下は、品川力による四十五通りの表記である。美敵、武敵、儀恵手、儀王手、儀恵手、儀恵手、儀恵手、儀つ、儀恵手、儀恵手、儀敵手、儀敵手、儀敵。 行手、ぐいーて、ぐうて、げー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 ようて、げーて、ごあた、おぬ、およびぎてき、にわかも、にわかぎ的、かつらとおく、きょうてん、あかつき運わずて、おさむぜ、かつらとおく、げいげも、 家徳フランクフルトにあるゲーテの生家1749年8月28日、ドイツ中部フランクフルトアムマインの裕福な家庭に、ヨハンボルフガングゲーテとして生まれる。父方の家系は、元は、低鉄工を家業としていたが、ゲーテの祖父にあたるフリードリ・ヒゲオルクゲーテはフランスで、下手職人としての修行を積んだ後、フランクフルトで、 旅館経営と武道酒の取引で成功し大きな財を成した。その自慢であるヨハン・カスパーがゲーテの父にあたる。彼は大学を出た後にフランクフルト市の養殖を志したが、うまくいかず、数密古文館の称号を買い取った後は職に着かず、文物の収集に没頭していた。母、エリーザベトの実家、テクストワけは、 代々法律家を務める聖望ある家系であり、母方の祖父は自由都市フランクフルトの最高の地位で、ある市長も務めた。ゲーテは長男であり、ゲーテの生誕した翌年に、妹のコルネエリアが生まれている。その後さらに三人の子供が生まれているが皆溶接し、ゲーテは二人兄弟で育った。ゲーテ家は明るい家庭的な雰囲気であり、 少年時代のゲーテも裕福かつ快活な生活を送った。当時のフランクフルトの多くの家庭と同じく宗派はプロテスタントであった。父は子供たちの教育に関心を持ち、幼児の時から熱心に育てた。ゲーテは3歳の時に私立の幼稚園に入れられ、読み書きや算数などの初等教育を受けた。5歳から寄宿制の初等学校に通うが、7歳の時、 天然痘にかかって実家に戻り、以後は、父が、家庭教師を呼んで、語学や図画、乗馬、カリグラフィー、演奏、ダンスなどを学ばせた。ゲーテは語学に長けており、少年時代にはすでに英語、フランス語、イタリア語、ラテン語、ギリシア語、ヘブライ語を習得している。少年時代のゲーテは、読書を好み、 テレマックや、ロビンソン・クルーソーなどの物語を始めてあたり次第に、書物を読んだ。試作が評判であったのも、幼少の頃からであり、最も古いものではゲーテが8歳の時、母方の祖父母にあてて書いた、新年の挨拶の詩が残っている。14歳の時、ゲーテは、近所の料理屋の娘の親戚で、グレート・ヒエンという年上の娘に初恋をするも、失恋に終わる。 なおこのグレートヒエンの名前はゲーテの代表作ファウストの第一部のヒロインの名に取られている青年ゲーテの肖像1765年ゲーテは16歳にして故郷を離れライプツヒ大学の法学部に入学することになるこれは法学を学ばせて息子を出世させたいという父親の意向であるがゲーテ自身はゲッティンゲンで 文学研究をしたかったと解雇している。ゲーテは、フォヤークーゲルという名の大きな家に二松月の部屋を借りて、最新のロココ調の服を着て、都会風の生活をし、法学の勉強には身が入らなかった。この時期、ゲーテは通っていたレストランの娘で、2、3歳年上のアンナカトリーナシェーンコプフに恋をし、アネッテという刺繍を編んでいる。 しかし都会的で洗練された彼女に対するゲーテの嫉妬が彼女を苦しめることになり、この恋愛は破局に終わった。ゲーテは3年ほど、ライプツヒ大学に通ったが、その後病魔に襲われてしまい、退学を余儀なくされた。19歳のゲーテは、故郷フランクフルトに戻り、その後1年半ほどを実家で療養することになる。この頃、ゲーテは、 母方の親戚スザンナ・フォン・クレッテンベルクと知り合った。彼女は、真の信仰を魂の救済に見出そうとする、ヘルン・フーと派の信者であり、彼女との交流を挙げてが、自身の宗教観を形成する上で、大きな影響を与えた。またこの頃、ゴッドフリート・アルノルトの、教会と異端の歴史を通じて、異端とされてきた、様々な説を学び、おののが、 自分の信じるものを持つことこそが真の信仰であるという半信論的な宗教観を持つに至った。またゲーテはこの時期に自然科学に興味を持ち実験器具を買い集めて自然科学研究にも精を出している。ゲーテは地質学から植物学、気象学まで自然科学にも幅広く成果を残しているがすでにこの頃にはその基礎を作り上げていた。 ヨハンゴットフリートヘルダー1770年、ゲーテは改めて勉学へ励むため、フランス的な教養を身につけさせようと考えた父の、勧めもあって、フランス領シュトラースブルク大学に入学した。この地で学んだ期間は1年少しと短かったが、ゲーテは、多くの友人を作ったほか、作家、詩人としての道をなす上での重要な出会いを、体験している。とりわけ大きいのが、 ヨハンゴットフリート・ヘルダーとの出会いである。ヘルダーはゲーテより5歳年長であるに過ぎなかったが、理性と形式を重んじる、従来のロココ的な文学からの脱却を目指し、自由な感情の発露を目指すシュトルムーンと、ドラング運動の立役者であり、すでに一流の文芸評論家として、名声もあった。当時無名の学生であったゲーテは、彼のもとへ、足しげくか用意。 ホメロスやシェイクスピアの進化や聖書、民謡の文学的価値など、様々な新しい文学上の視点を教えられ、作家、詩人としての下地を作っていった。またこの時期、ゲーテは、フリーデリケブリオンという女性と恋に落ちている。彼女は、シュトラースブルクから30キロほど離れた、ゼーゼンハイムという村の牧師の娘であり、ゲーテは、友人と共に、 馬車で旅行に出た際に彼女と出会った。彼女との恋愛から、野原や、五月の歌などの体験史と呼ばれる、助上誌が生まれるが、しかしゲーテは、結婚を望んでいたフリーデリケとの恋愛を自ら、断ち切ってしまう。この出来事は、後の、ファウストに書かれた、グレートヒエンの悲劇の原型になったとも言われている。 1771年8月、22歳のゲーテは、無事に学業を終え故郷フランクフルトに戻った。しかし父の願うような役所の仕事にはつけなかったため、弁護士の資格を取り初期を一人雇って弁護士事務所を開設した。友人、知人が顧客を回してくれたため当初から仕事は、そこそこあったが、しかしゲーテは、次第に仕事への興味を失い文学活動に、 専念するようになった。ゲーテは、作家のヨハン・ハインリヒ・メルクと知り合って、彼の主催する、フランクフルト学法に、文芸評論を寄せ、またこの年の10月から11月にかけて、諸女義曲、ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲンの書稿を書き上げた。しかし本業を置いて、文学活動に没頭する息子を、心配した父により、 ゲーテは法学を再習得するために最高裁判所のあったベッツラーへと送られることになった。シャルロッテ・ブッフ、若きウェルテルの悩み初版扉1772年4月にベッツラーに移ったゲーテは、ここでも法学には取り組まず、むしろ父から離れて文学に専念できることを喜んだ。ベッツラーは、フランクフルトの北方に位置する小さな村であったが、ドイツ諸法から、 有望な若者が集まっており、ゲーテは特にヨハン・クリスティアン・ケストナーやカール、イェルーザレムと親しい仲となった。6月9日、ゲーテは、ベッツラー郊外で開かれた、舞踏会で19歳の少女シャルロッテ・ブッフに、出会い熱烈な恋に落ちた。ゲーテは毎晩彼女の家を訪問するようになるが、間もなく、彼女は、友人ケストナーと婚約中の間柄であることを知る。 ゲーテは諦めきれず、彼女に何度も手紙や詩を送り思いのだけを綴ったが、彼女を奪い去ることもできず、9月11日に誰にも知らせずに、ベッツラーを去った。フランクフルトに戻ったゲーテは、表向きは再び弁護士となったが、シャルロッテのことを忘れられず苦しい日々を送った。シャルロッテの結婚が近づくと自殺すら考えるようになり、 ベッドの下に探検を忍ばせ前を自分の胸に突き立てようと試みたという。そんな折、ベッツラーの友人、イェルーザレムがピストル自殺したという方が届いた。原因は、人妻との失恋である。この友人の自殺とシャルロッテへの恋という二つの体験が、ゲーテに若きウェルテルの悩みの構想を抱かせることとなった。続く三年間を、ゲーテは、 フランクフルトで過ごしたが、この間に、ゲーテの文明を一気に、世界的に高めることになる二つの作品が成立した。まずゲーテは、ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲンを改作した上で、メルクの援助を受けて1773年7月に、自費出版を行うが、この作品はすぐに評判となりほどなく、ドイツ中の注目を集めた。そして1774年9月、 ベッツラーでの体験をもとにした初簡対小説若きウェルテルの悩みが出版されると若者を中心に熱狂的な読者が集まり主人公ウェルテル風の服装や話し方が流行しまた作品の影響で青年の自殺者が急増するといった社会現象を起こしドイツを越えてヨーロッパ中にゲーテの名を轟かせることになった また生涯をかけて書き継がれていくことになる、ファウストに着手したのもこの頃である。この2作品によって、シュトゥルムーンとドラングの中心作家となったゲーテは、フリードリヒ・ハインリーヒ・ヤコービとその兄ヨハン・ゲオルク、ヨハン・カスパー・ラバーター、レッシング、クロプシュトックなど東大一流の文人たちと交流を持つようになった。また知見を広げるため、ヨーロッパ各地へ旅行も活発にし、 1774年7月からは、ラーバーターと教育学者、バーゼドといった友人たちと、ライン地方へ、公園旅行に行っている。1774年12月には、後に、ゲーテを、自国バイマル公国に招くことになる、カール・アウグスト公が、パリ旅行の途上で、フランクフルトのゲーテを訪問している。このような中でゲーテは、フランクフルト屈指の銀行家の娘であるリリー。 シェーネマンと新たな恋に落ちた。1775年4月には、リリーの友人である、女性実業家デルフの仲介によって、婚約に至るが、しかし宗派や考え方の違いから、両家の親族間の反りが合わず、この婚約も難航した。婚約直後にゲーテは、しがらみから逃れるようにして、単身で、スイス旅行に行き、リリーへの思いを死に託したが、 結局この年の秋に婚約は解消することになった。カール・アウグスト公シャルロッテ・フォン・シュタイン1775年11月、ゲーテは、カール・アウグスト公からの奨励を受け、その後永住することになるバイマルに移った。当初は、ゲーテ自身短い滞在のつもりでおり、招きを受けた際もなかなか迎えが来なかったため、イタリアへ向かってしまい、その途上のハイデルベルクのデルフ宅で、 バイマルからの連絡を受け慌てて引き返したほどであった。当時のバイマル広告は、面積1900平方キロメートル、人口6000人程度の小国であり、農民と職人に支えられた貧しい国であった。本来アウグスト港の住居となる、はずの城も、火災で焼け落ちたまま廃墟となっており、ゲーテの住まいも公尺に配慮した、質素な園庭であった。アウグスト港は、 当時まだ18歳で、父、エルヌスト・アウグスト2世は17年前に20歳の若さで死亡し、代わりに、交代号アンナー・マーリアが政務を取り仕切っていた。彼女は、国の復興に力を注ぎ、詩人ビーラントを、息子、アウグストの教育係として招いたほか多くの優れた人材を集めていた。26歳のゲーテは、アウグスト公から兄のように慕われ、 彼と共に、狩猟や乗馬、ダンスや演劇を楽しんだ。王妃からの信頼も厚く、また、先輩詩人ビーランと、はじめ多くの理解者に囲まれ、次第にこの地に泊まりたいという思いを強くしていった。到着から半年後、ゲーテは、広告の閣僚となりこの地に泊まることになったが、ゲーテをこの地に最も強く引きつけたのは、シャルロッテ・フォン、シュタイン夫人との恋愛であった。 ゲーテとシュタイン夫人との出会いは、ゲーテがバイマールに到着した数日後のことであった。彼女は、バイマールのシュ頭の妻で、この時ゲーテよりも7つ上の33歳であり、すでに7人の子供がいた。しかし、ゲーテは、彼女の調和的な、美しさに惹かれ、彼女の元に熱心に通い、また多くの手紙を彼女に向けて書いた。すでにとの中が冷めきっていた夫人も、 青年ゲーテを温かく迎え入れ、この恋愛はゲーテがイタリア旅行を行うまで12年にも及んだ。この恋愛によって、ゲーテの無数の死が生まれただけでなく、後年のイフィゲーニエやタッソーなど文学作品も彼女からの人格的な影響を受けており、ゲーテの文学がシュトルム・ウントドラングから古典主義へと向かっていく契機となった。 シュタイン夫人との恋愛が続いていた10年は同時にゲーテが政務に没頭した10年でもあり、この間は文学的には空白期間である。1780年の31歳の時、フランクフルトの路地にてフリーメイソンに入会。4年後に書かれた秘密という序事詩にはフリーメイソンをモデルとした秘密結社を登場させている。ゲーテは 着実に、バイマル公国の政務を果たし、1782年には、新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世により、貴族に劣勢られ、バイマル公国の最小となった。政治家としてのゲーテは、バイマル公国の産業の振興を図るとともに、イエーナ大学の人事を担当して、シラー、フィヒテ、シェリングラ当時の知識人を多数招聘し、バイマル劇場の総監督として、 シェイクスピアやカルデロンらの戯曲を上演し、文教制作に力を注いだ。ローマ近郊におけるゲーテの肖像1786年、ゲーテはアウグスト港に無期限の休暇を願いで、9月にイタリアへと旅だった。もともとゲーテの父がイタリア美気であったこともあり、ゲーテにとってイタリアはかねてからの憧れの地であった。出発時ゲーテは、 アウグスト公にも、シュタイン夫人にも行き先を告げておらず、イタリアに入ってからも、名前や身分を偽って行動していた。出発時に、イタリア行きを知っていたのは、メシス会のフィリップザイテルただ一人で、このことは帰国後、シュタイン夫人との仲が断絶する原因となった。ゲーテはまずローマに宿を取り、その後ナポリ、シチリア島を訪れるなどし、結局2年もの間イタリアに滞在していた。 ゲーテは、イタリア人の着物を着イタリア語を流暢に操りこの地の芸術家と交流した。その間に、友人の画家ティッシュバインの案内で、美術品を見に各地を訪れ、特に古代の美術品を熱心に鑑賞した。午前中は、しばらく滞っていた文学活動に精を出し、1787年1月には、イフィゲーニエをこの地で完成させ、さらに達、達奏。 ファウスト断片を書き進めている。また旅行中に読んだベンベヌート・チェリーニの辞典を帰国後にドイツ語に訳し、約30年後にはイタリア滞在中の日記や書簡をもとにイタリア気候を表した。1788年にイタリア旅行から帰ったゲーテは芸術に対する思いを新たにしており、宮廷の人々との間に距離を感じるようになった。 ゲーテはしばらく公務から外れたが、イタリア旅行中より観光が始まった。著作集は、売れ行きが伸びず、ゲーテを失望させることになる。なお帰国してから2年後の1790年に2度目のイタリア旅行を行っているが、1回目とは逆に、幻滅を感じ数ヶ月で帰国している。最初のイタリア旅行から戻った、直後の1788年7月、ゲーテのもとに、 クリスティアー・ネブル・ピウスという23歳になる女性が、訪れ、イエーナ大学を出ていた兄の就職の世話を頼んだ。彼女を見染めたゲーテは彼女を恋人にし、後に、自身の住居に引き取って、内縁の妻とした。帰国後間もなく、書かれた連詞ローマ愛歌も、彼女への恋心をもとに書かれたものである。しかし身分違いの恋愛は、社交界の奮撃の的となり、 シュタイヌ夫人との決裂を決定的にすることになる。1789年には彼女との間に長男アウグストも生まれているが、ゲーテは1806年まで彼女と席を入れなかった。なお、ゲーテとクリスティアーネの間にはその後4人の子供が生まれたが、いずれも早くに亡くなり、長じたのはアウグスト一人である。フランス革命に対しては、 ゲーテは当初その自由を気球する精神に共感したが、その後革命自体がたどった、無政府状態に対しては、悪を感じていた。1792年7月に、フランスがドイツに戦線布告すると、プロイセン王国の後期兵連隊長であったアウグスト公に連れ立って、ゲーテも従軍し、バルミーの戦いに参加した。この戦いにおける、 フランス革命軍の勝利に対し、ここから、そしてこの日から、世界史の新たな時代が始まる。ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ、ザ・オックスフォード・ヒストリー・オブ・ザ・フレンチ・レボリューション、P193 との言葉を残した。また、1793年5月には、フランスに占領された、マインツの包囲軍に従軍している。ワイマールに立つゲーテとシラーの像ゲーテと、 フリードリヒ・シラーは、共に、ドイツ文学史における、シュトゥルムーンとドラングとバイマル古典主義を代表する、作家として並び称されるが、出会った当初は、お互いの誤解もあって打ち解けた仲とはならなかった。ゲーテは1788年に、シラーを、イエーナ大学の歴史学教授として招聘しているが、その後1791年に、シラーが、軍刀を発表すると、 すでに古典の調和的な美へと向かっていたゲーテは、軍刀の奔放さに反感を持ち、10歳年下のシラーに対して意識的に距離を置くようにしていた。シラーの方もゲーテの冷たい態度を感じ、一時はゲーテに対し反感を持っていた。だが、その後1794年のイエーナにおける植物学会で言葉を交わすとゲーテはシラーが、 自身の考えに近づいていることを感じ、異語急速に距離を縮めていった。この年の6月13日にはシラーが主催する法令への寄稿を行っており、1796年には詩集《苦性2年を共同制作し、二行連死形式によって当時の分断を辛辣に批評した。こうして互いに友情を深めるにつれ、二人はドイツ文学における 古典主義時代を確立していくことになった。この当時、自然科学研究にのめり込んでいたゲーテを励まし、あなたの本領は死の世界にあるのですと言ってその興味を試作へと向けさせたのもシラーであった。ゲーテはシラーからの叱励激励を受けつつ、1796年に教養小説の傑作、ビルヘルム・マイスターの修行時代を翌年には、 ドイツの庶民層に広く読まれることになるジョジシ、ヘルマンとドロテアを完成させた。1799年にはシラーはバイマルへ移住し、二人の交流はますます深まる。また、ファウスト断片を発表して、以来、長らく手をつけずにいた、ファウストの執筆を促したのもまたシラーである。ゲーテは後に、シラーと出会っていなかったら、 ファウストは完成していなかっただろうと語っている。1805年5月9日、シラーは、廃病のため若くして死去する。シラーの死の直前までゲーテはシラーに対して、文学的助言を求める手紙を送付している。周囲の人々は、シラーの死が与える、精神的衝撃を憂慮し、ゲーテになかなか、シラーの不法を伝えられなかったという。 実際にシラーの死を知ったゲーテは自分の存在の半分を失ったと嘆き病に伏せっている。一般にドイツ文学史における古典主義時代はゲーテのイタリア旅行に始まりこのシラーの死をもって終わるとされている。なお1794年からシラーが没するまでの約11年間で交わされた書簡は1000通余りである。1806年。 イエナ・アウエル・シュタットの戦いに勝利した、ナポレオン軍がバイマルに侵攻した。この際酔っ払ったフランス兵が、ゲーテタクに侵入して、老石を働いたが、未だ内縁の妻であったクリスティアーネが駐屯していた、兵士と力を合わせて、ゲーテを救った。ゲーテは、その献身的な働きに心を打たれ、また自身の命の不確かさをも感じ、20年もの間、 席を入れずにいたクリスティアーネと正式に結婚することに決めた。カール・アウグスト公が結婚の保証人となり、式は二人だけでおごそかに行われた。また1808年にナポレオンの号令によってヨーロッパ諸公がエアフルトに集められるとアウグスト公に連れ立ってゲーテもこの地に向かいナポレオンと歴史的対面を果たしている。 若きウェルテルの悩みの愛読者であったナポレオンは、ゲーテを見るなり、ここに人あり、と叫び感動を表した。晩年のゲーテは腎臓を病み、1806年より、頻繁に、カールスバートに当時に出かけるようになる。ここで得た安らぎや様々な交流は、晩年の創作の原動力となった。1806年には長く書き継がれてきた、ファウスト第一部が、 ようやく完成し、コッタ出版の全集に収録される形で発表された。1807年には、ビルヘルミーネ・ヘルスリープという18歳の娘に、密かに恋をし、この時の体験から17編のソネットが書かれ、さらにこの恋愛から2組の男女の悲劇的な恋愛を描いた小説、神話力が生まれている。 またこの年から自助伝、死と真実の執筆を開始し、翌年には、色彩の研究をまとめた、色彩論を刊行している。1811年、死と真実を刊行。1816年、妻クリスティアーネが尿毒症による、長い闘病の末に先立つ。1817年、30年前のイタリア旅行を改装しつつ書いた、イタリア機構を刊行した。 最晩年のゲーテは、文学は、世界的な視野を持たねばならないと考えるようになり、エマーソンなど多くの国外の作家から訪問を受け、バイロンに詩を送り、ユーゴー、スタンダールなどのフランス文学を読むなどしたほか、オリエントの文学に興味を持って、コーランやハーフェズの詩を愛読した。このハーフェズに憧れて自ら執筆した詩が、斎藤詩集である。 ゲーテの死1821年、ビルヘルム・マイスターの遍歴時代観光。修行時代の続編であり、この作品では、無双的な全体性を否定し、定年の徳を説いている。またこの年、ゲーテは、マリー・エンバートの、当時場でウルリーケ・フォン・レベツオーという17歳の少女に、最後の熱烈な恋をした。1823年には、 アウグスト公を通じて求婚するも断られており、この60歳も年下の少女への失恋から、マリー・エンバートヒカなどの詩が書かれた。1830年10月、息子アウグスト・フォン・ゲーテが、旅先のローマにて病没し先立たれる。ゲーテは、死の直前まで、ファウスト第二部完成に勢力を注ぎ、完成の、翌1832年3月22日にその、 多産な生涯を得た。もっと光を。が、最後の言葉と伝えられている。墓は、バイマル対抗墓所内にあり、シラーと隣り合わせになっている。羊の間が骨。これが人にもあることを、ゲーテは発見した。ハリテ鉄工、ゲーテの色彩館ゲーテは、学生時代から、自然科学研究に興味を持ち続け、文学活動や、 公務の傍らで人体解剖学、植物学、地質学、工学などの著作、研究を残している。20代の頃から骨相学の研究者、ヨハン・カスパー・ラ・パーターと信仰のあったゲーテは、骨学に造形が深く、1784年には、それまで人にはないと考えられていた全額骨が、人でも胎児の時にあることを発見し比較解剖学に、 貢献している。自然科学について、ゲーテの思想を特徴づけているのは、原型という概念である。ゲーテはまず骨学において、すべての骨格器官の元になっている、元器官という概念を考え出し、脊椎がこれに当たると考えていた。1790年に表した植物変態論ではこの考えを植物に応用し、すべての植物は、ただ一つの、 原植物から発展したものと考え、また植物の花を構成する花びらやおしべ等の各機関は様々な形に変化した葉が集合してできた結果であるとした。このような考えからゲーテは輪廻の分類学を批判し、形態学と名付けた新しい学問を提唱したが、これは進化論の先駆けであるとも言われている。またゲーテは20代半ばの頃、 ワイマール公国の古文館として、イルメナウ鉱山を視察したことから鉱山学、地質学を学び、イタリア滞在中を含め生涯にわたって、各地の石を収集しており、そのコレクションは1万9000点にも及んでいる。なお、ハリ鉄鉱の英名、ゲータイトは、ゲーテの名にちなむものであり、ゲーテと信仰のあった、鉱物学者によって1806年に名付けられた。 晩年のゲーテは工学の研究に力を注いだ。1810年に発表された色彩論は20年をかけた大著である。この書物でゲーテは青と木を最も根源的な色とし、また色彩は光と闇との相互作用によって生まれるものと考えてニュートンのスペクトル分析を批判した。ゲーテの色彩論は発表当時から科学者の間で ほとんど帰り見られることがなかったが、ヘーゲルやシェリングは、ゲーテの説に賛同している。ゲーテの詩に、多くの曲をつけたシューベルト・ゲーテの作品には、非常に多くの作曲家が曲をつけている。特に重要なのは、魔王、ノバラ、糸を紡ぐグレート・ヒエン、ガニュメートなどのフランツ・シューベルトによる歌曲であり、シューベルトが生涯作曲した600曲もの歌曲のうち70曲ほどが、 ゲーテの作品に付けられた曲である。ゲーテ自身は曲が前面に出すぎて素朴さに欠けるとして、シューベルトの曲をあまり好まなかったが、シューベルトの死後の1830年に魔王を聞くと全体のイメージが目で見る絵のようにはっきりと浮かんでくると感動し評価を改めた。ゲーテの音楽感は保守的なものであり、 例えば歌曲については民謡を理想とし、カールフリードリ・ヒツェルターや、ヨハンフリードリ・ヒライハルトらの作曲を好んだ。他に、ゲーテが評価した音楽家としては、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトがおり、ファウストに曲をつける権利があるのはモーツァルトだけだとも語っていた。モーツァルトに言及した多くの文章も残っており、特に彼の音楽を、 悪魔が人間を惑わすためにこの世に送り込んだ音楽と表した言葉はよく知られている。モーツァルトのゲーテ歌曲にはスミレがあり、特に早いゲーテ歌曲の一つであるが、モーツァルトは作曲したとき、ゲーテの作だとは知らなかった。またゲーテは、ルートビヒバンベートーベンにも高い評価を与えていた。初めて、運命を聞いたときには、非常に動揺し、 みんなが一斉にあんな音を同時に演奏したらどうなってしまうのだ。建物が壊れてしまうではないかと言っていた。ベートーベンもゲーテを尊敬し、劇音楽、エグモントやカンタータ、静かな海と楽しい航海などゲーテの作品に曲をつけている。二人は1812年にカールスバートの温泉地で対面しており数日間の交流を持ったが、ゲーテは ベートーベンの難聴に同情しつつも、その陰気さや、無礼さを嫌った。他にゲーテと信仰のあった、作曲家には、フェリックス・メンデルスゾーンがおり、序曲、静かな海と楽しい航海などを作曲している。魔法使いの弟子より、ゲーテの作品の中で最も多く曲が付けられているのは、ファウストであり、オペラだけでも50もの作品が作られている。 ファウストに基づく音楽で代表的なものは、エクトル・ベルリオーズの、ファウストのゴ抜シャルル・グノーのオペラ、ファウスト、アッディ・ゴボーイとのオペラ、メフィスト・オフェレ、ロベルト・シューマンの、ファウストからの情景、フランツ・リストの、ファウスト公共曲、グスタフ・マーラーの、公共曲第8番など。先に挙げた、シューベルトの、糸を紡ぐグレートヒエンなども、ファウストからの曲である。 この他に、ゲーテの作品に基づく有名な音楽作品として、シューマン、ミニョンのためのレクイエム、トマのオペラ、ミニョン、ブラームスの、ゲーテの、冬のハルツの旅からの談笑、マスネのオペラ、ウェルテル、ボルフの、ゲーテの詩による、歌曲集、デュカスの、魔法使いの弟子などがある。特にオペラ化に関しては成功作がフランスに多い。 ゲーテの肖像を使用した二重マルク紙幣。ゲーテの晩年にはドイツでロマン派の文学が交流し、その理論的支柱であったシュレーゲル兄弟を、はじめ多くのロマン派の作家はゲーテ、シラーを反と仰いだ。しかし、晩年、世界文学を唱えるようになったゲーテはロマン派の国粋的な面を嫌うようになり、ロマン派は病気だと言って批判的な立場を取った。ゲーテが死んだ。 翌年の1833年には、ハインリヒハイネがその死を受けて、ドイツロマンパを執筆し、同時代のドイツ文学の状況を総括した。また、近代言語学の祖であり、グリムドーアの編社でもあるヤーコプ・グリムが作成した、ドイツ語辞典には、ゲーテの全作品から非常に多くの引用が取られて、おり、辞典の序文には、彼の著作からわずかでも欠如するよりは、 他の人々の著作から多く欠如した方が良いと書かれている。マルティン・ルターによるドイツ語訳聖書によって大きく発展した現代、ドイツ語がゲーテによって完成させられたことは今日では定説となっている。ゲーテはフランス革命の際に保守的な反応を取ったことから、左翼的な思想の持ち主からはしばしば偉大な俗物と言われ批判を受けた。文学史上では、 ハイネや、ルートビヒベルネ、青年ドイツの作家が彼の批判者である。もっともカール・マルクスは、ゲーテは偉大な詩人であるだけでなく、最も偉大なドイツ人の一人であると述べており、レーニンもまた、ゲーテを愛読し、1917年に国外に逃亡した際には、ネクラーソフの詩集とともに、ゲーテのファウストを携えていった。 ゲーテの名声は19世紀半ば頃一時下日となったが、1876年に発表されたヘルマングリムによるゲーテによってやや深刻化,化を伴いつつ評価が確立した。1885年にはグリムが中心となってバイマルにゲーテ協会が設立され、今日に至るまでゲーテ研究の中心となっている。20世紀に入って以降もゲオルゲ、 ホーフマン・スタール・リルケラの詩人がゲーテの死をハンと仰ぎ歩いそこからは霊感を受けており、特にノーベル文学賞を受賞したトーマス・マンはゲーテをドイツ人の代表者として頻繁にエッセイや講演で論じ、後期作品にゲーテが登場する長編、バイマルのロッテ、ハンとしたファウスト博士を執筆している。1927年にはゲーテを記念し、 フランクフルトアムマインでゲーテ賞が設けられており、戦後ビューヒナー賞にとって変わられるまで長く、ドイツ文学において最も権威ある賞として機能した。小惑星ゲーテはゲーテの名前にちなんで命名された。1871年に初めて日本でゲーテの名が紹介されたが、本格的な需要が起こるのは明治20年代からである。 作品の翻訳は1884年、井上勤務が、来年け狐を、狐裁判として訳したものが最初である。この訳は、当初自由出版社から出されていたが、1886年に、判権が修二王道に移って新たな書版が出され、1893年までにご版が出るほどよく読まれた。1889年には、 森鴎外が訳詩集、面影において、ゲーテの詩を翻訳し、特にその中の、ミニオンの詩は、当時の若い詩人たちに、大きな影響を与えた。鴎外はゲーテを深く尊敬しており、ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲンの翻訳や、ファウスト公、ギョッツ公などの論考を表し、1913年には、日本初の、ファウスト翻訳を行っている。日本では、 明治20年代から30年代にかけては、若手作家の間で、ウェルテル熱が起こり、島崎藤村、平田徳北、戸川秋骨、馬場胡長ら、文学界同人の作家を中心に、若きウェルテルの悩みが熱心に読まれた。特に、島崎藤村は晩年までゲーテを愛読しており、随筆、桃の雫の中で、ゲーテに対する長年の思いを語っている。 外国文学に批判的だった小崎公用も晩年にはゲーテを熱心に読み、泣いてゆくエルテルに会うおぼろかなを自生の句として残した。また、ウェルテルと並んで、ファウストも若い作家の間で熱心に読まれていた。分断に、ウェルテル熱が起こる前に創生した北村東国は、ファウストを熱心に読んでおり、放来曲などの作品を書く上で大きな影響を受けている。 倉田百三は代表作、出家とその弟子を書く際、オーガン役のファウストから様々な影響を受けたことを語っており、国木田どっもファウストを熱心に読み影響を受けたことをムかざるの木の中で繰り返し述べている。他にゲーテを愛読し、ゲーテについての著述を残している者に、長代義郎、堀達夫、亀井翔一郎などがおり、水木茂も、 ゲーテの言動についてのエッセイを表している。1931年には日本ゲーテ協会が創設され、ドイツ文学の研究、紹介を行っている。また関西ゲーテ協会の主催で、毎年ゲーテの誕生日の夜にゲーテ生誕の夕べが開催されており、そこではゲーテにちなんだ歌謡のコンサートや公演が開かれている。京都市には、 日独文化交流機構のゲーテインスティトゥートビラ、カモ川がある1964年には、実業家、コカ忠氏によって、東京都北区に、東京芸的年間が運営され、日本語の翻訳本や、原著だけでなく世界中の訳本や研究所、上演時の衣装などを含む関連資料を所蔵する、世界的にも、類例のない資料館となっている。ビルヘルム・マイスターの修行時代、 ファウスト第一部、斎藤詩集、使と、真実ゲーテ生誕の地であるフランクフルトから、ワイマールを経て、ゲーテが、学業に励んだライプツィヒ,ヒまでの400キロメートルの、街道は、ゲーテ街道と称されている。ありがとうございます。